皆さんっていうかオセロニア8周年おめでとうございます。マジでね、俺ね、周年のじゃあ祭典ね、オセロニアの祭典もね参加して、でね、今もう今日6日じゃないですか、7日か、今日7日なんですけど、まあ周年に参加して2月3日で、2月4日にちょっとね、東京のオセロニアンと会う約束をしてまして、で午前中にね、ちょっとどうしてもね、俺我慢できなくてね、ガチャを引いたんですよ。ガチャ動画ね、もう4日の時点で撮ってたんよ。なんですけど、まあ、東京だし、なんか変な満喫のちょっと部屋バージョンみたいなところで、めっちゃ小声で撮ったんよ。もう俺それだけが、もう今ね、すごい後悔してます。ボッソボッソ撮った動画。一応ね、今日はね、その動画を、この今の喋ってる動画の後に、くっつける予定なんですけど、まあ、ただね、その動画だけだと面白くないんで、まあその動画を見てもらうような感じで俺はちょっと案内しつつ、その動画の最後に30連引こうと思って、今92個かけらがあります。で、ね、結果論めちゃめちゃガチャ引いてるんですけど、ほとんどね脳発狂、ただボソボソね、あなんか S2 枚出てる、嬉しいぐらいこんな感じのテンションで引いてす。マジでね、クソつまらんのをお許しください。東京でね、どうしてもガチャが我慢できなくて撮りました。はい。で、そう、そんでね、3日の日に祭典があったじゃないですか。です、3日の日は、一緒に行ってたオセロニアンと飲んで、で、泊まって、で、4日にね、まあ、午前中にそのなんか、個室ビデオみたいなとこで動画撮って、ボソボソといった声でね。で、その昼からね、オセロニアンと遊んで、で、5日の日に帰ろうと思って、バスを予約してたんですよ、高速バス。そしたら事件が起きて、雪がね、ひどすぎて高速バス全部運休になっちゃって、まあ5日はまあ6日も休みだし、いいかってことで、で、6日の日にバス取って、5日はとりあえずまたね、個室ビデオに泊まって、で、6日にね、バスのね、バス乗り場行って、待ってたら、なんか発車10分前ぐらいで急に運休になりやがって、結局ね、最終的には、なんか新幹線で名古屋まで行って、で名古屋のね、オセロニアンの知り合いに、地元まで送ってもらったっていうね。もうほんとね、今回はね、いろんなオセロニアンさんに感謝感謝です。本当に、特に、送ってくれた、Kさんありがとうございます。本当にありがとうございました。はい。で、あれなんですよ。そんでね、これはね、まあ余談なんですけど、そのおもろかったのが、バス停でね、運休が決まった時に、マジでね、横のね、なんか30から40ぐらいの男の人がね、ドラマかってぐらいね、切れてて、なんか多分ね、お母さんと電話してたんですね。なんか、なんかお母さんに向かってなんか、そんなこと言ったってバスは出ねえんだよ、きれいとか、だったらお母さんが東京まで迎え来てくれるかよとかね、なんかすごい、役者張りに、発狂してて、すげえなと思いました、横で。ちょっとなんか肖像権がありますんで、撮れないですけど、なんか、ワンチャンちょっと動画撮りたいな、この人って思うぐらい、俺の中では、すごい刺さった。なんか、演技力、この人絶対高いなと思いながら、電話を横で聞いてた、今日この頃だったんですけど、まあ、そんで、まあ、祭典ね、本当良かったですね。皆さんで祭典の映像見てくれた人は分かったと思うんですけど、間でね、オセロニアのお祝いメッセージってことで、逆転オセロニア8周年おめでとうございます。おめでとう、アンパンチャンネル総隊長アンパンでございます。これからも楽しくオセロニア遊ばせていただきます。負けてる時ほど面白い、逆転オセロニア。そう、今みたいなね、あ、じゃあなんか落ちちゃった、今みたいな映像をね流れたんですけど、まあこういうのも良かったですし、で祭典もやっぱね、映像で見るのと生で会場で見るのは全然迫力が違いましたね。なんか良かった、本当に良かったです。そのね、トラブルも含めて、まあ楽しい東京旅でございました。はい。またね、新ごま紹介とかの動画では、まあ、今のね、ガチャ動画の時でも多分言ってると思うんですけど、新ごま紹介の時には、発狂してね、動画が撮れるように努めさせていただきます。ってことでね、今からちょっとボソボソした、しょうもないガチャ動画になるんですけど、これはね、本当になんか、個室ビデオなんですけど、あんまり発狂すると横の部屋に漏れるんだ。だからね、めっちゃ声を超抑えて、普通の、喋ってる時の声よりもちっちゃいぐらいの声で撮ったんで、こんなになっちゃいましたけど、まあね、ガチャはね、なんかアテレコでやっても面白くないんで、まあ、
ありのままでやります。で最後にこの動画の一番最後にそのガチャのが終わった後に30連だけ全力で引いた動画を挟みますんでよろしくお願いします。ガチャ引いていこうと思うんですけど、超ゴマ強ゴマパレードね、ごめんなさいね、ほんとこんな声しか出せない。かといっても家に帰るのがねまだ2月の5日まで帰れないんで、そこまでじらされたらちょっと耐えれないんでね、ちょっと申し訳ないですけど今回のガチャに関してはちょっと発狂はできない、どうしようもないガチャになりますが、ご容赦ください。いやなんか新ゴマ追加されたんですけど、とりあえず英語ゴマとかね周年ゴマはね他の YouTuber 見てください。説明は俺が説明すると喋る言葉長くなっちゃうんで、この2体だけ紹介しますわ。このアマテルとシュラハ、あとは他の YouTuber 見てくれ。まずこのアマテルですね、こっちの10日の方か、10日がリーダーのオルタナボードで、リーダー条件ついてますけど、これオルタナボードって何だっけ、ああ初手に置いたら外周以外なんで5000の雷撃で、外周置いたら毎ターン 3% なんで相手が3万 HP あったら900ずつぐらいって感じですね。毎ターン普通にあれだと思います。でこいつのもう片っぽ、これかこうディザイアですね。63本以下で一旦2500の、あ以上か、3本以上で2500の雷撃プラス 60% 以下になったら2ターン 70% カットか、まあまあやな。でコンボ M3 だってことで、うん3打の値も最大4000か。でも序盤投げるとあんまり出ないなら、うん、まあでもディザイア強いんで強いと思います。まあ、このぐらいの説明で、だとこいつね、シュラハ、リーダーアビスで、5ターン、450の毒の490ってことで、毎ターン850、アドリュート1250ですね。普通に強い。で、コンボが最大4000か、後半の4000でって感じの、まあ、ぼちぼち。ちょっと説明がしづらい、マジで。声がちっちゃいからね。で、ディザイア。ああ、マナグリだな。そう、思い出したわ。マナグリで一旦アタック2枚で、まず殴れて、40倍以下になったら 1.3 倍が来るっていう。強ないですか、普通に。これ、マナグリ使ってる人だったら、欲しいコマだったと思います。まあ、こんな感じのね、雑な説明で言っていきましょう。もうガチャ引きたくてしょうがなかった。でもね、さすがに東京の街中でも行けないし、こんなビデオ屋でもあんまりでかい声で引けないんで、ちょっとご容赦ください、今回は。まずこのね、8倍ガチャから引いていきましょう。とりあえず英語マコンプとS ゴマ2体ずつ取れたら終わろうかな。これ絶対にね出るんで、まずこれでも出ちゃう可能性もあるしな、なんなら我慢してたから。さすがにそんなことないか。何枚出る、やばいやばいやばいは、やば10枚出た、えぐ。あこれ周年のやつですね、ゲーボールで周年のラニーと持ってないんですよ、周年ラニー、ありがとうございます。とこのバーストバリアのゲーボールですね、これちょっと欲しかったんで。でねちょっと運営さんボックス拡張してくれてないんで、ボックスがねパンパンになっちゃうんですよ。ちょっとこれいらない部屋で、なんでちょっとずつ整理しながら引きますね。とりあえずね早速引いていきましょう。30個で引けるってのでかいですよね。ただその代わりサービスがないと、サービスはないけど30個で引けるの、まあ実質いつもと変わんないですね。50、50、50、50のサービス50個なんで、あ入ったかけら。まず新ゴマが1体ずつは欲しい最低。1枚だ、渋いな、渋いんだよな。お出たムーニア、あ来た来た、はいや、ちょ情報量が多いな。ムーニアとシュラハ出ましたね、強ゴマかとこの英ゴマね、リベンジの英ゴマですね。こいつはなんか団体でいいかなと思ったけど、まあサリーグみたいな立ち位置かな。うんごめん、本当にこんな動画しか撮れん、今日はあんまりわーってできんから。でもめっちゃかける入るわ。その分周年のコマの
紹介動画はめちゃめちゃ発狂しますわ。ちょっと我慢できないんで、マジで。ガチャが何枚 ?2 枚。でか。2枚でゲーバー。またゲーボルグ出てきた。お前じゃないよ、俺欲しいの。ちょっとマジで。本当はちゃんとしたら俺取りたいんだけど。しゃあねえな。こればっかりはしゃあない。しゃあない。本当にしゃあない。いやね、本当に我慢したね。まだ一日我慢しただけでもすごいと思う。もう我慢できなくなった。お、ファウストですね。あ、ガナ漏れた。ってことは A ゴマコンプ。B が全然出てないな。B ゴマ2体ずつ欲しいんだけど。とりあえずボックスがパンパンになるまで引いて、ボックス整理してってことですね。ボックスがね、ほんとパンパンなんだ。入らない。あの、サービス量がないから、わかんないわ。区切りが。でも、5、60連引いて、整理してって感じですよね。わぁ、爆死だ。B ゴマは、起きた。ほんで、1体ずつ揃ったんで。あ、そうなんですよ。B ゴマね、あの、888個に調整するために引いたら出てたんですよね。あの、神と魔は。ちょっとこれさ、整理めんどくせえな、これ。ちょっと待って。めっちゃめんどくさくない?これ。あ、これダメ。こんな感じのね、ちょっとグダグダな動画になりますけど、許してください。東京から帰らないとね、まともに動画も撮れねえんだわ。やばない?これ。え、こんな感じでやんなくちゃいけない?来ましたね、この、あの、シュラハ。ありがとうございます。これいいな。ちょっと待って、マジでボックスパンパンになるって。まあ、なんでか。このテンポでやっていくとめっちゃなんか、容量悪いな。あと、神があいつが出たらもう終わりなんだけどな、とりあえず。2体ずつ欲しいよな。スライドするのめんどくさいもん。うん、これだけはめんどくさい。いやマジで本当に叫びたいんだが、1枚は渋いな。神だろ。うわー、オルプネーか。執念オルプネーっすね。ああいうの出るとさ、あとで整理の時めっちゃ大変なんだよ。頼むよ。なんか渋ない?渋いんですけど、このガチャ。あの、30個で引けるからいいけど、渋いわ。なんか渋いな。いや、なんかこのテンションで撮るの嫌だな、なんか。新鮮だわ。わわわわわ、執念ゴマばっかいっぱい出る。A ゴマが。あいつらさ、あの一気にさ、ゴマバンクにバコッといけないから時間がかかるやん。嫌だな。なるほどな。一枚ある。出てるんだよな。音が聞こえないだけで。お、サタンだ。執念サタンはいらないですね。持ってますんで。やばない。何も出るんだけど。あ、来た。虹か。虹は信用できねえんだよな。いや、マジでこのテンションで動画撮るのやばない。こんなことある。いやでも知らない。東京にいるからな。後日の動画で発狂します。マジで。ここで発狂できなかった分だけ。マジがやべえ。やべえな。もうかけら200個使って。これさ、マジでめんどくさいな、これ。レベルマックスで出してくれるのは運営すごくありがたいんですよ。ありがたいんですけど、すごくめんどくさい。預けるのが。なんでこれね、なんかうまいこと埋めていけるようにしてください。あの、動画、撮影殺しになってます。あ、これダメだ。鍵ついてる。はい、行きましょう。
マジでテンポも悪いし、はい、発狂もしないし、誰得動画だよこれ。俺がただガチャの記録用に撮ってるだけって感じですね。仕方ない。うわ、爆死だ。マジか。ちょっと頼む、マジで。うわー、何も入らない。やばない、これ。え？あ、来てる、来てる。渋いな。またサタンだ。やばない。え、ラファエルとか欲しいんですけど、あと神ゴマ出てないしな。とりあえず1体ずつ来ないと話にならんだよな。やばないこれ。ただボックス整理に時間かかってるだけの動画になってるよ。いや、やばいわこれ。やばい。しかもなんか掃除機の音とかめっちゃ入るし。うわー、サタンだ。東京に来たのはいいが、まともに動画が撮れない。環境プラス鬼じゃ入った、こんなことになってるんで。1枚か、出ねえなって。鏡ごま、なんなら俺出ねえの。あ、来た。シュルクだったっけ、なんだっけこいつ。シュラハットなんだこいつ。マルテル、マーテル、アマテル。一体ずつはとりあえず確保しましたんで、まあ、どうしようかな、ガチャ引かねえとっていう状況は回避しましたけど、ただ、俺的には不完全燃焼だな、完全にこれ。動画として、全然声を出せてないし。しょうもない動画になってる。お許しください。たまにはこういう動画も許してください。行こう、次に。コラボもあるんで、なるべく撮っときたいんだよな、かけら。でも、かけら入らんじゃん、8ってやつ。うん。なるほどな。しょぼいな。あらち、あらち。いや、マジでこのテンションで取らなくちゃいけないのか今日。え、入らんかけな。やばない。いつもだったらギャーとか言ってるのに、それもできない。俺の動画のアイデンティティが全部失われてる。まあでもね、たまには許しません。あ、S 出てねえな。マジで出ないんだけど、どういうこと？やばない？やばないこれ。やばないっすか？全然ほら、出ない。出ないし、かけらがまず入らん。これさ、結局さ、一回あたりのかけらを減らしてるだけでサーフェス分もないし、あ、入った入った、よかった、かけらも入らんしみたいな、とんでもない排出率だよ。あれはよかったわ。 56% のやつは結構出たから。10枚だったケース。1枚しょぼいんだよな。あ、なんか入らねえな。またセールでしょ。ラファエルも出ないし、え、しぶないこれ、ほんとに。しぶいし、これめんどくさいしで、なんにもいいことないっすね。また今度、容量とか出して育てんだな、やしな、これしかも。他の動画配信者とかどんな感じなんだろうな。出たコマとか。まだ見てないわ、全然。昨日からね、採点を持って飲みに行って、なんかカラオケに
急遽ちょっと別に歌ってないですけど参加してで寝ただけなんで全然ね動画とか見てないんですよ他の人のクルトワルかけ入ったんでいやマジでこれただまったりさ喋ってるだけしかも高校でねなんだこれしょぼしょぼない出ろうわーやばくねどうしようこれ2体ずつ出ると意味ねえなしかも終電なりとか出てなんじゃなくてもアホとか出ないしアレスもなんでやばくねこれ渋すぎ渋いなボックスのセールだけがめんどくさいただ単にそろそろ出るかいやーマジかよだったら地元まで我慢して爆死をキャーキャー言いながら弾いた方がよかったかなまあまあまあたまにはねいつもと違うテイストで発狂しないいやマジでさやばないいやほんとごめんなさいね環境が悪いお来た来たよこれでまず出してくれ2体ずつ来ないとさなんかこのメダルで交換するのも嫌なんだよ1枚2枚3枚4枚熱いぞめっちゃ熱いやこううんうんうん周年のやこちょっとどこでまた駒拡張やって駒バンク整理でねハクタックやまないこれめっちゃ整理めんどくさいしまったあ一括やったら消えためんどくせえ助けてマジでこれどうやったらもっと簡単にできるんだろうこれいちいちこのレベルマックスはこの表記が出るからダメなんだよこれ設定で変えれたっけただただ長い動画になっちゃうマジでいや今回はでも、ね、追加しないよやめられねえとめられないしないっすわ800個あるし1体ずつしか出なかったらしゃあないさすがにねちょっと今回は周年でねちょっと東京来るためにね金を使いすぎてちょっとね追加できないですね800個で限界でした切りのいい888個で許してください発狂もしてないしなんだこれあと20ぐらいに引いてまた整理してからなんで1体ずつしか出ないのあの信号はおかしくねこれ周年の確率パクってるよマジで800個あとに全然出ないこれやばいな俺やばいっすわやばいっすね、これ全然出ないなやば、はあ、やば本当にやばいやってることやばいんでいつまで出たあ、来たかいらねえもうごめんなさいね、本当に生活音丸出しみたいになってる悲しい俺はただダベりながらボックスを整理しながらガチャを引くだけの動画になっている本当にさ何も出ないし
一体ずつ出たのがまだ救いだわ。こんでもクソだけど、いや排出率悪いです、これは。もう正直に言いますね。あと40年で終わりかな。あ、今回はね、まあ、最悪スライドして使えるんで一体ずつで、もう仕方ないわ。またどっかで当たるでしょう。だって出ないんだもん、マジで出ない。え、やばないこれ、こんなに出ないことある。え、やばない、出ないよ。あ、で、入った入った入った。マジで出ないとさ、2体ずつ出ないのこれ、800個って出るかと思ったんだけど、このぐらいやったらやばない。何体出る ?1 枚しょっぺーしょっぺーな。白濁また出てきた。おかしくないこれ、絶対これガチャ排出率おかしいよ。出にくくなってるわ。まあ1体ずつ出たからせぬませぬねよ。俺もガチャ我慢したし、1日出てないなぁ、しょぼ。え、本当にしょぼいこのガチャ。ちょっとあと10連引いたら終わりか。本当にいってる ?800 個あったのに1体ずつしか出なかった、やばない。あと交換するコマちょっと考えて終わろうかな。なんか不完全燃焼かな。最後も爆死だ、やばないこれ。え、なんかやばいよこれ。いや今回のマジでやめられない、止められできないんだよな。いつもの悩んだけど、ちょっとね東京に使いすぎたわ。ほんとこんなとこになって申し訳ない。なんか当たんないし叫ばないし、なんだこれって感じですね。ね、収穫はこんだけ、やばないしょぼ。なんかこいつがしょぼない、まあ、一体ずつ出たけどさ。やばって感じでした。ここに大量にメダルがありますけど、かけらを、ここにかけらもあるんだな。6個か、29枚ってこと30枚か。これ30枚ありますね。30枚あるんで一応交換できるんですけど、もしかしたらまたパーセンテージ上がってるやつ引いたら出るかもしれないんで、ちょっと保留で。こいつらはね悲しいな。どっちか出たら、出てない方交換すればいいんで、そういう風で行きましょう。はい、てなわけで、はい、今ね、ちょっとね、あの、クソみたいなテンションで動画を撮って、あの、動画をね、あの、提供しておりましたが、30連だけ、いつもの俺で全力で弾いていこうと思います。行くぜー!マジでね、クソみたいな動画だったからな。これバレンタイン来てますけど、こんなんいいんだ。俺はね、あの、ラファエルと、あとね、アマテルとシュラハがね、一匹ずつしか出てなかったですよ。そう。動画スキップした人もいるかもしれないですけど、結局結果論はね、あの、ゲイボルグ2体とアマテルとシュラハが出たらケースはね。なんでラファエルも欲しいですし、アレスも欲しいですし、なんならアマテル、シュラハもう1体ずつ欲しいんで、上さんお願いします、頼む、お願いお願いお願い、気合い通じろ、やっぱ声が大事なんだよ。おい、来ねえ、くそくそくそだ、来ない、来て、頼む、お願い、帰っちゃって気合いなんだよ、運営。あのね、動画撮ってるとな、音が聞こえないから分かんないんですけど、とりあえず S さえ出てくれば、あー、これ出てる。あ、出てる、来い、来い、シュラハ、アマテル、来い、頼む、お願い、止まれ。なんでドロッセルなんだよ、強ゴマだけどさ。いや、違うんだよな、運営。もう一体ずつくれよ。来た、8周年だ、8周年、おめでとうございます。運営さん、おめでとう。ケジ、おめでとう。8周年、おめでとう。
でとうございます。上さん周年おめでとう、おめでとうございます。おめでとうございます。 S1 枚か、渋いんだよな。おめでとう、おめでとう、おめでとう、おめでとう。ドロス、おい、またドロッセル来た。おい、2連続でドロッセル来ることある？ボックスガチャでよ。ああ8周年だ、おめでとう。おめでとう、本当におめでとうございます。上さんおめでとう、おめでとうございます。おめでとう、おめでとう、上おめでとう、おめでとうございます。おめでとう、上おめでとう、おめでとう、おめでとう、1枚かよ。おめでとう、上さんおめでとうございます。ああああ、クーフリンだ。結果的にね、動画外でね、ちょろっと引いたのも合わせて、結局ね、メダルね、38枚なんですよ。で、これね、めちゃめちゃ迷ってて、これもうちょっと後で決めさせてもらっていいですかね。このね、アマテル2体目を交換するのか、このシュラハ2体目を交換するのか、まだ時間はあるね、交換のね。このね、周年のモテのラファエルとアレスを両方交換するのかを、まあ、ちょっと考えさせてください。またね、後日、まだ22日あるんでね、単発はやらんと思うけど、普通になんか、56% のガチャとか出るかもしんないんで、それによって決めたいと思います。まあ、なんか今回ね、結局不甲斐ない感じになりましたね。なんか最後にドロッセル2体出たのだけはなんか動画的に美味しかったですけど、なんかガチャ動画自体も全然発狂してないし、こんなことあるんかみたいなね。ぐらい発狂してない動画だったんで、まあね、新ゴマ紹介とかで、これはね、発狂していきたいと思います。まあ、オセロニア8周年ね、本当におめでとうございます。今後もね、楽しく遊ばせていただきますんで、今後ともね、オセロニア運営さん、よろしくお願いします。じゃあお前ら最後に、チャンネル登録よろしく。じゃあな。